カヤ付きでこの広々とした空間っていうのはかなりこれ気持ちいいですよ。こんにちは、ワキです。まだまだ暑いんですけども、このようにね、日陰のところだったら風が通ってちょっと気持ちいい感じですね。ということで今日はこちらのスペースにハンモックを設営していこうと思います。で、本日使用するのはこちら、ハンモックやタープなどこれ一つに全部まとまったアマゾナストラベラーキャンプでございます。設営にはこういったループとかカラビナをベッド用意しておいた方が便利だと思います。もうテントを張ろうと思うと荷物も大きくなるし設営も大変ですけれども、ハンモックを吊るしてタープをちょこちょこっとペグダウンするだけです。これで日よけも作れましたし、日陰でのんびりと過ごすことができますね。蚊帳もついてるので虫も気になりません。宿泊などにも対応できます。ランタンなんかはここのガイドロープに吊るすことができますね。ちょっとこれ高い位置に張り直してみました。これで入ったら多分ね、中も広々と風通しも良くなると思います。いいですね、広いですね。蚊帳付きでこの空間、広々とした空間っていうのはかなりこれ気持ちいいですよ。さらにこちらにはマットを入れるスペースもありますので、寝てる間にマットがずれちゃうような心配もありませんよね。暑い時は片側タープ跳ね上げちゃえば普通のハンモックとして使えますね。とにかくこのハンモックとタープ一体型になってるので設営があっという間に済むっていうのがいいですよね。